南波パークス、南波パークス、南波パークスは、大阪府大阪市何区南波中にある複合施設で、ある。南海電気鉄道、南海南波駅の南側にある。施設全体として、緑との共存を大きなテーマとしている。かつてプロ野球球団、南海ホークス、現、福岡ソフトバンクホークスの本拠地球場として、使用され、 1998年に解体された大阪球場の跡地に南海が未来都市何和新島をコンセプトとし再開発を実施。2003年10月7日に第1期部分が2007年4月19日に第2期部分が開業した。なお2005年4月1日からは南海の完全子会社である南海都市創造が営業を行っていたが、 同社は2010年10月1日、南海に九州合併され解散したことから、再び南海による直営となっている。建物は、キャナルシティ、博多や、六本木ヒルズを手掛けた、アメリカ人建築家のジョン・ジャーディの設計。地球上の大峡谷に似せた建物の外観は、雄大で、壁面は壮大な時間と地層を模している。第一期、第二期エリアを含めて、 彼の建築作品は完成となる。イメージソング、ラビンライフを手掛けるなど、博士太郎がイメージングプロデューサーとして参加している。また、南海グループが高島屋と共同で行っている、南馬地区の PR キャンペーン、アブ NG、南馬、ラビング南バの現在のマークも彼の手による。年に、強の大が起こると、 江戸幕府が西成郡南馬村に災害救援用の米蔵を設置。天領から運上された米を貯蔵する幕府直轄の米蔵であることから南馬オクラと呼ばれた。翌1733年には休眠対策も兼ねて道頓堀川から三倉前に至る南馬入り堀川、南馬新川が改作された。1752年には南馬三倉の東方に天王寺三倉、 高津新地ミクラも設置されたが、多湿で米の痛みが早いため、1791年に南波ミクラへ統合されている。新ミクラが増築されて規模が倍増した広大な南波ミクラは、何は名所の一つになっていた。1897年に大倉省が明治以降使われなくなっていた南波オ倉を解体し、翌1898年には、 大倉省専売局による旗タバコの専売開始に合わせてタバコ工場を設置。赤レンガ作りの工場には2000人近い従業員が勤務し、南馬駅周辺も急速に市街化したが、1945年の米軍による大阪大空襲で壊滅した。1950年に南海がタバコ工場後に南海ホークスの本拠地となる大阪球場を設置。 1990年まで大阪証券取引所二部上場企業の大阪、スタジアム工業が運営する野球場として使用されたが、その後は住宅展示場などとして利用され、1998年に解体された。施設全体は大きく分けて、ナンバパークスショップスダイナース、商業に及びパークスタワー、オフィス棟の二つにより構成されている。 地上10階、地下3階建て。地上部分は、団球場に建てられている。植栽を多用し、屋上部分は、屋上庭園。パークスガーデンとして3階から9階まで緑が、広がる1基部分の屋上庭園には、約235種類、約4万株の植物が植えられている。パークスガーデンには、南海ホークスに在籍した元選手をはじめ旧、大阪球場に、 ゆかりが深い人物の手形モニュメントが設置されている。1階部分には、隣接する商業施設、ナンバーシティ南館との共同ショッピングモール、ナンバーカーニバルモールがある。2階部分、キャニオンストリートには、旧大阪球場のホームベースとピッチャープレートの、全く同じ位置に記念プレートが埋め込まれている。かつて数多くの名勝負が、この場所で生まれたのを記念したものである。 二階イベントスペース、キャニーオンコートには、2007年3月に189インチの大型ビジョン、パークスビジョン、松下電気産業、現、パナソニック製、LED アストロビジョン AZLE080、イシリーを使用。同シリーズの屋外への設置は、国内所が新設された。3階から上のフロアには、段球場の屋上公園。 パークスガーデンが設けられている。約7万株の植物の緑が植えられ、都心で自然を楽しめる。なお、ガーデンの第一期部分については、財団法人都市緑化技術開発機構が主催する第4回屋上、壁面、特殊緑化技術コンクールにおいて、2005年10月25日付で、屋上緑化大賞、国土交通大賞を受賞している。階部分には、 円形劇場と呼ばれる野外イベントスペースがあり、その右側及び観客席の会場には、アーバンファームという菓子菜園への出入り口が設けられている。なお、2階、キャニオンコートから8階円形劇場に繋がるエレベーターの上には、パークスムーンという丸い銀幕があり、イベント情報やナンバクリエイターファクトリーの熟成による動画となどを映していたが、2007年3月末に、 東映用プロジェクターが撤去され、現在は夜間照明が当てられている。2007年4月19日開業のナンバ・パークス2期エリアには、小畜と木、ジョイ、東映グループのシネコン運営会社が共同運営する大阪市内第2位の規模のシネマコンプレックス複合映画館、ウバ、パークスシネマ、11スクリーン2164席が、 各施設として6から10階に入居し、さらに、高島屋が、ランバパークスティー、テラスバイ高島屋グループという名称で、1から3階東側部分、延べ床面積約7200平方メートルにおいて、専門店街をプロデュースしている。その他、朝日屋書店や日本トイザラスの日本独自業態なども、入居している。2003年10月に開業した第一期の、 商業棟を南側へ拡張。2期の敷地面積は1万1000平方メートルで1期と合計で3万3000平方メートル。投資額は200億円程度。これに合わせて屋上庭園、パークスガーデンも拡張され、約240種、約3万株の植物が追加された。これにより、第1期、第2期合計の屋上庭園では約300種、 約7万株の植物が植えられていることになる。1から5階は、物販、6から8階は、飲食店舗が入居。8、9階には新たに3500平方メートルの公園が整備され、屋上公園は、計1万1500平方メートルに拡大した。これらの屋上公園内を、ガーデン事務局スタッフの案内で、ゆったりと散策する。 パークスガーデンガイドツアーという移植の建物巡めぐり、ツアーも設定。なお、南側に隣接する山田電機ラビー1ナンバとは、2階レベルでペデストリアンデッキによって直通している。また、隣接地に分譲マンション、ザ・ナンバタワー、タワーレジデンスイン、ナンバパークスが、パークス2基と一体で建設されている、分譲販売は終了。ナンバパークスには、 高さ149.65メートル、地上30階、地下3階のオフィスビル、パークスタワーが隣接しており、通販生活のカタログハウスの店などのほか、大阪府立大学の社会人向けサテライト教室、法律事務所の弁護士法人アディーレ法律事務所、コンビニエンスストア、薬局、委員などが入居している。なお、パークスタワーは2期目としての構想もあったが、 パークス3期事業、最終的には分譲マンション、ザ・ナンバタワーになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。